マリサー、どうした？今日こそは、ポポの最高傑作を見せてもらいに来たぞ。もちろん今回の動画は数あるポポの連鎖の中でも、最もレベルが高いと言っても過言ではない。でも、正直霊夢に理解できるか不安ではある。こう見えても最近私は、ぷよぷよ教えたりしているのよ。エアプゼイが誰に何を教えてるって言うんだ。そうよ、あたいがむしろ教えてあげてるんじゃない？え、まさか。今日からポポ動画の解説は、あたいがしてあげるわ。知るのがなんでここに？じゃあこれが何連鎖かわかるか？オーディエンスで。ノータイムでヒントをもらうな。私が代わりに答えるわ。9連鎖ね。はい、正解。どうせわかっていたいんでしょ？結構難しい問題だから、視聴者でもわからない人はいたんじゃないかな。わかってたけど、先に答えられただけじゃない？どんな連鎖でも一瞬でわかるんだから。そこまで言うなら、知るのに今回は解説を任せよう。適当な解説したら次回以降、出番なしな。いいわ、クラウドやお前らのファン全員、あたいのファンにしてあげるわ。なお、クラウドのチャンネル登録者の内訳は、こうなっています。クラウドのファンをとっても仕方ないな。てか、なんでここ、ダサンも入ってるんだ。ちゃんと今までの動画も見て予習ばっちりよ。10作目ということで特別ゲスト出演ってわけ。ゲストということは、次回以降出演しないな。やっぱりバカだな。次の解説パートでびっくりさせるんだから。スペルはパートだけどな。はい、というわけで、スペシャルゲストのチルノさんです。違うでしょ？はい、というわけで、スペシャルゲストの霊夢さんです。はい、どうもスペシャルゲストの霊夢です。ゲストでいいのかよ。対戦相手のポポ名人の印象はいかがですか？ポポ、強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。将棋ネタなら、藤井聡太棋聖の方がホットだろ。というか、霊夢が対戦しているわけでもない。お前らふざけるのもいい加減にしとけよ。そもそもなんで顔が全く出てこないんだ。編集上の都合、編集上の都合だな。編集上の都合か。で、あたいがそれで納得すると思ったの。では、自作出演に向けてチルノさんのアピールタイムです。どうぞ。あ、映った。エントリーナンバー9番、チルノ、ぷよぷよは全クリしたよ。連鎖もたくさん組めるんだよ。全クリってなんだ。わからない。レイトはいくつなんだ？レイトってなんだだけ。99でカンストしてる。ポケモンか何かと勘違いしてる。チルノさんありがとうございました。では結果は、2週間後にお祈り申し上げます。ダイレクトお祈りしないで。あ、連鎖ボイス考えてきたのよ。アイシクルマシンガン。ソードフリーザー。パパパパーフェクトフリーズ。あたいったら、最強ね。かっこいい。私も連鎖ボイス欲しい。そこを。みんなあーチルノのぷよぷよ教室、始まるよー。はっちまるよー。意外と仲がいいんだな。まずクラウドは右寄り、ポポは左寄りね。ちゃんとわかってるんだな。ちなみに最初の注目ポイントが来たぞ。え、もう？さて問題、これから私は何を解説するでしょう。はいはい、はーい。はい、チルノ。頭痛いんで保健室行ってきていいですか？はい、先生。チルノは頭が痛いんじゃなくて悪いんだと思います。強いて言うなら、痛いのは存在。超ムカつくんだけど。時間切れです。正解は、ポポの置きミスについての解説でした。え、こんな序盤に置きミスするの？実は、ポポは結構置きミスする。でも不定型力というか、アドリブでごまかす。なんで置きミスってわかるのよ。もちろん可能性が高いという前置きはするが、本当はこうやって置きたかったはずなんだ。4列5列で赤青なのね。じゃないと連鎖をつなげるのがちょっと強引になるのかな。そういうことだな。あたいはわかるけど、視聴者がわからないってよ。じゃあ視聴者とチルノのために、こちらを用意しました。だからあたいはわかってるってば。あ、そういうことだったのね。やっぱりわかってなかった。で、面白いのがこの後。ポポは置きミスをした後は少し悩む。再開後のポポの動きに注目ね。本当だ、少し止まってる。ポポかわいい。どうやってリカバリーしようか考えているんだな。連鎖入れるの難しそう。ここに赤ゾロ突っ込みたいわね。突っ込んだとしても、赤の後の回収がかなりきつい。というわけで、この後の中盤戦について解説。今それぞれの本戦は何連鎖ある？クラウドは暴発回避とかすれば、10連鎖はありそうね。じゃあまず、クラウドから見てみるか。緑を足して、青の暴発を防いで発火ね。パパパパパーフェクトフリーズ。やっぱりかっこいい。回収率、いいじゃない？お、それっぽいこと言えるんだな。続いてポポの連鎖。これは必要ぷよが結構多い。まず、赤ゾロを突っ込んで、次に1列目の黄色と赤をつなげる。うん、うん。さらに、2列目の赤を回収するために、青1つ置いてから赤を置く。うん、うん。そして発火。必要色が多い上に、連鎖数も少ないわね。知るの、それ私のセリフだよ。台本読み間違えちゃったみたい。今まで台本のセリフの通り進行してるって、茶番もいいとこって思われてるぞ。じゃあ知るの、この後どういう展開が予想される？中盤、最速、聖地。というわけで、クラウドに先打ちさせて、聖地をしていきたいわけだぜ。2ダブ発見。でもデコボコしてるから、発火するには4列目を埋めないとできないわ。クラウドも複方4連鎖を構えたぜ。ただこの青が消えないから本戦に繋がらない。2ダブじゃなくてイバラで仕掛けたわね。クラウド4連鎖に対して2ダブジャブが悪い。そこでポポはどうするかというと。なんか色々消えそう。
これって本戦ってこと？先打ち、ダメ、絶対。本戦勝負じゃ火力負けするから、ぶっ破してセカンド勝負に持ち込んだと推測。ポポのセカンド力があってこその戦術だな。いやん、ポポさん強引ねえ。副砲の2ダブもマルチで回収して、ここからセカンドを組むことになる。残しは、いいとは言えないな。むしろ、最悪まである。この黄色の縦さんがかなり邪魔、そしてセカンドの一手目がこれ。うわ、それマジか、あたいもそこに置くと思った。ここまで堂々と知ったかできるって、ある意味才能。この黄色と赤の81から、怒涛の81ラッシュが来る。はい、81、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 はい、81。こんな81が何回も来るものなの。81のために課金したに違いないね。81がたまたま来たんじゃなくて、2つも81に変えてる。全部81として活かしてるんだ。まさに正解にする人だな。というわけでおなじみだけど、発火させてみるか。赤発火で、緑、黄色、青、赤、黄色、途中までは見えるわ。私はてっきり、この黄色がここと繋がると思ったわ。あれ、そこが繋がったんじゃないの？チルノのためにもう一回。さっきの81がなんとかってこれのことなのね。今更の大きな、今更の大な。手順だけもう一回見てみようか。16-1来いや。あとは赤ゾロが来てればってところだったな。全部81にできるなら、先打ちもありだね。こんなのポポしかできないじゃん。二重結界、風魔人、むむむむ、そう封印。連鎖ボイスの練習しないでいい。今回はアタイのおかげで、ポポが全世界に広まっていくことになったね。もっともっと広まってもいいと思うけどな。ぷよぷよがもっと流行ってほしい。セガさん、今後も大躍進を期待します。馴染みはあっても、未経験者は手を出しにくいよな。レート戦に行っても、全然勝てない。チルノはどうしてぷよぷよを始めたの？モコウって検索したらぷよぷよって出てきたから。それはモコウ先生の方じゃないか。そういえば BGM もこれ、モコウ戦だな。はいはいはい、というわけで次回予告。次回は、ズバリポポの大連鎖。今回のは大連鎖じゃなかったの。もっとすごい連鎖。セカンドじゃなくて、本戦ってことになるかな。そうだな。誰も組んだことない連鎖美が見れるぜ。というわけで、ゲストのチルノさんでした。え、レグラーじゃないの？チルノレグラーかに対しての意見はコメント欄へ。チャンネル登録と高評価も、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次も出たいです。チャンネル登録よろしくね。